い、どうもこんにちは。 MC の皆川です。谷ラジの時間がやってまいりました。この番組ではこう毎日ね、きっと健康増進に励まれている皆さん、なんか日々のダイエットとかトレーニングとか、ね、ちょっと頑張りすぎてる人とかいるかなと。そういう人はもしよければ一旦休憩してみて、ちょっとねライトな身近なちょっとした健康情報を探してみていただけるといいんじゃないかなと思っております。なのでこの番組では健康企業で働く谷田の社員同士が身近にある、まあ、小さい健康を見つけつつですね、皆さんの日々の頑張りをゆるっと応援していけたらいいなと思っています。健康バラエティ番組ということでね、銘打ってますけど、なんでね、今日も自然体できっと健康情報が溢れるような谷田社員同士の世間話がね、こう覗けるんじゃないかなと思いますので、この後お楽しみください。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、今日も健康情報を伝えていきたいと思いますけども、私の最近のこう身の回りで、起きていることを少し紹介しようかなと思うんですけども、結構今暮らしている場所がですね、まあ、東京から少し離れて首都圏郊外のところで暮らしていて、まあ、結構車中心の生活になってきてですね、なかなかこう自分で普段生活する中では体を動かす時間っていうのは少し少なくなってきていて、で、まあ、特に夏が終わって少し寒い時期になってくると、ちょっとねより一層なんか外に出づらくなるみたいなことがこうあるので、ちょっとなんか外に出るモチベーションを探そうかなと思っていて、結構公園がたくさんあって、公園とかでマルシェをやってるんですよね。こう結構おいしいものを屋台とかで出していて、なんかそういうところにこう行くときについでに散歩とかをしてみて、結果、まあ、食べるものもねカロリーがいっぱい食べちゃうと元も子もないんですけど、ちょっとそういうなんかおいしいものを食べに外に出てみようかなとかね、そのついでに少し歩いて散歩しようかなとか、まあ、そういうちょっと外に出る口実を自分の中で作って少し体を動かしていこうかななんて最近は思っていたところです、ね、皆さんはどうでしょうか。外に出づらくなってる人多くなっていたら、もしねそういう外に出る口実を自分からこう作ってみると、いいお散歩がねできるかもしれないですね。はい、ということで、まあ、今日もこう、最初私一人で話してるんですけど、今日もですね大変嬉しいことにゲストの方に来ていただいておりますね。誰でしょうね。まあ、最近では、まあ、前回ね谷プロのともみんさんに来ていただいて、一緒にまあ楽しくお話しさせていただいたんですけども、今日は谷プロメンバー、まあ、何人かいますけどね、もう一人今日は引き続き、出てくれるということで、来ていただいております。ご紹介いたします。谷プロメンバーのヨッシーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ヨッシーさん、いや3回目引き続きねずっと毎回出てくれて本当嬉しいんですけど、呼ばれて嬉しいです。ありがとうございます。ヨシさん、あんまり普段こう同じ会社にいてもね、こう仕事で直接あんまり絡みがなかったりすると、なかなか直接喋る機会とかはねあんまないと思うんですけど、ぜひこのラジオ出演の機会にまた少しいろいろ話ができたら嬉しいなと。そうですね。はい、まだまだ DJ 皆川のことを知れてないので、また機会に。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、そんなヨシさんですけども。まあ、当然この谷プロがメインでやってるそうです、ね、ということではメイン業務じゃないですね、はい、どんなお仕事をされているかというとエンジニアですかね。そうですね、はい、技術の電気関係のエンジニアをしています。エンジニアの仕事をされてて、はい、日頃は、まあ、谷田の商品のものづくりのお仕事に関わっているということなんですよね。ね、みんなこの谷プロのメンバーの皆さんは結構 YouTube でね露出をしてるんですけど、そうです、まあこの前のね、トモミンさんは知的財産のね、お仕事をされていたりとか、みんな本業ありつつ、まあ、動画などにも出演されていると、そんなまあ働き方をしている谷田の社員でございます。はい。で、ヨッシーさんの早速なんですけど、まあ、この番組では、ちょっとしたね、健康情報みたいのを少しお話ししながら、はい、まあ、聞いてる皆さんの、あ、明日からそれやってみようかなとか、うん、そこ行ってみようかなとか、はい、なんかそういうちょっとしたきっかけになったらいいなと思って話をしていて、はい、なんか最近ヨッシーさんの身の回りでこう気になることとかありますか？そうですね、気になる健康情報って言われると、はい、まあ、ちょっと点々というところなんですけども、それはあれですよね、多分逆に健康なんじゃないですか、むしろあんまり気になることがないって、自然体でもうその必要がない状態にあるっていう、確かにある意味健康なのかもしれないし、ね、結構、まあ、まあスリムですしね、若いし、運動とか普段あんまりしないですか？ないですね、運動も
これまでも。そうですね、強いて言うならまあちょっとこう歩くことは意識しているかなってところで。へー、そうなんですね。通勤とかも歩きますし、うんうんうん、まあ、もし出かけたりしたら、うんうんうん、なんか出かけた時の帰りとかって、うんうん、こういうテンション高めで帰ってくるじゃないですか、うんうん、なるほど。したらまあちょっとまあ結構東京の駅って一駅が短いじゃないですか、はい、だからまあ一駅だとちょっとあれでも二駅ぐらいまで歩いてとか、あとなんか運賃が変わる、はいはい、ありますね、切り替わる手前で降りて、ああ、ちゃんとそこはチェックしながら降りてちょっと、ちょっと、おお、素晴らしい、分ぐらい歩くみたいな。ああ、意識高いですね。それはでも意識高いんじゃないですか。そうですかね。いや、すごいな、そんなことやってるの。あと夜とか帰ってきて、はい、寝過ごして、寝過ごして何日か歩いあの過ぎてもまあタクシー使わないで歩いて帰るて寝過ごすっていうのはでもそこは不可抗力ですよね結果的に寝過ごして、まあ、終点なかったらもう歩かざるを得ない。あ、なるほど、すごい。そこはでも歩く意識が日頃からじゃあるってことなんですね。ちなみにご飯の方とかはどうですか。なんか甘いものがこう好きとか、なんかそういうご飯は気をつけてるとか、なんかそうですね、ありますか。まあ、お昼は、お昼ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、はい、大盛り食べちゃいますね。あ、大盛りでね、大盛りで食べるけどもそこはまだ維持できてるところですね。じゃあそれまでもきっとあれですね、代謝がその分あるからそこで差し引いていかないと。そうですね、はい、でもまあ野菜とかは結構中心に、あ、意識はして自炊する時とかは、あ、自炊するんですね。中心食べを食べるようにはしてますね、うん、おお、偉いですね。なるほど、そうですね、自炊する機会とかがあるとね、自分でコントロールもできますしね。なるほど、まあ全然大盛りで食べちゃっても全然いいと思いますし、ね、好きなものを食べる大事ですよ、心の健康。そう、大体体だけじゃなくて心の健康も。そうですね、最近心の健康結構キーワードとして出てますよね。ニクロもやっぱ心の健康を意識して動画作りしてると思うので、はい、そうですね、そうですね、確かに。まあ3食ね、しっかりと全部コントロールしなくても、まあ、食べたい時は食べて抑える時は抑えるみたいなね、そういうメリハリができるっていうのもありだと思うんですけどね。なるほど、食事、逆に、まあ、個人的な話になっちゃいますけど、私も今30代の後半に差し掛かってきて、やっぱり大盛りを食べたくなる時がたまにあるんですけど、結構食べた影響が以前よりもこう長引くというか、それをこう帳消しにするためにこう必要になる労力が前よりもちょっと増えてきてるなと思っていて、まあどっかでね、きっとまあ自然にね、きっとそういう時は訪れるんだと思うんですけど、まあ今はもう食べたいものをたくさん食べつつ、ちょっとね、危ないなって思った時にだけ少し抑えればまだ全然もういけるんでしょうね。もう1、2年ぐらいはちょっと、いやいや、まあ、もうちょっといきますよ、大丈夫です。なるほど。でもやっぱりこう歩いたりとかね、野菜を取ろうとかね、やっぱりこうタニタで働く人は、まあ、周りからね、普段そういう商品も携わってますし、まあ、それはものづくりにきっと携わる人でもね、自然となんかそういう情報って周りに溢れてるんじゃないかなって私も思ったりします。はい、ありがとうございます。あとはですね、最近こうこれからきっと出ていくと思われる動画なんですけど、はい、まあ、少し、ね、食べたりとかそれ以外にも少し体を動かすような、ね、はいはい、コンテンツも個人的にはちょっと何かやっていきたいなと思ってまして、なんかそのあたりも、ね、こう一緒にできるといいなと思ってます。はいはい、結構あんまり今まで体を動かす系ってないですよね。そうですね、やっぱ結構なんか製品を、ね、紹介したりとか目を向けたものが多かったので。そうですよね、体を動かすっていうのはもうないので、なんか撮りたいなっていうのは考えているんですけど、なかなかこうどう結びつけるかと、食べたらしさをどう持ってくるかっていうのは、はい、なかなかなんですけども、まあ、それもぜひ撮ってみたいなと思ってて、なんか今そのタニタのすぐ近く、はい、これ昨日わかんないですけど、タニタのすぐ近くにボルダリングのジムがありまして、はい、行ってみたいなって入社した時から思ってるんですけど、うん、未だに行っていないんですけど。ボルダリングね、ボルダリング実はちょっと私も未経験でして。あ、本当ですか。僕あれなんですよ、大学の時ちょっとやってて、本当にちょっとなんですけど、やってて、またやりたいなって思うんですけど、その時よりも筋肉落ちちゃってるので、あ、そこの補強から始めつつ、
ボルダリングってあれはでも腕力だけじゃなくて体幹とか全身運動なんですよね、きっと、はい、なんかペットボトルを1本持ってたら、はい、登れるっていうらしいですよ、その体の使い方が全身を使えばそうらしいですよ。ああ、そうなんですね、はい、じゃあ決して握力とか腕力だけの話じゃないってことなんですね。ボルダリングね、ずっと私もそうですね、そう言われてみれば私自身もボルダリングって興味がありつつもちょっとやってなかったんで、それはいいかもしれないですね、きっかけに。いいきっかけかもしれないです、ね、しかも会社の仕事終わりに行ける距離、行ける距離せっかくあるので、はい、ぜひ行ってみたいなって思いますね。いいですね、はい、そういうのもちょっと企画にすればもしかしたらネタになるかもしれないですね、はい、とにかく谷プロのこの動画のレパートリーというか幅がすごい広いと思っているので、まあ、もっともっとこう広めていって、何でも広めたいなと思ってる。そうですね、何でもこう扱えるような引き出しがなんかあるような、そんなコンテンツだなって思ってるんですけど、ちなみになんか今後こういう方向でなんかやってみたいことみたいなのってなんかあったりするんですか、ヨッシーさんの中で。僕的にはもっとこうはっちゃけたいなって。なんかはっちゃける。そうですね、なんかどうしてもこうはっちゃけるね、企業の YouTube なんかどうしてもお堅い印象になりがちなんですけど、なるほど、ここをちょっとこう崩していけるような何かをこうプラスできればいいなと思いつつ、まだ何も思いついてない現状ですね。なるほど、分かりました、まあ、じゃあちょっと今は私としてはなんかすごく洗練されてきて少し真面目なコンテンツになってきてよかったなって思ってはいるんですけど、まあ、一方でそういうスパイスもたまにあるといいかもしれない、ね、バランスね、確かに。今後もね、皆さん今ちょっとこういう話、俺本当にやるかは分かりませんけども、まあ、ラジオのね、音声のこういう配信だからこそちょっとこういう話もしてますけど、ね、今後もタニプロのぜひ取り組みにご期待ください。ということで今日はですね、タニプロのメンバーのヨッシーさんに来ていただいて、一緒に健康のプチ情報をちょっとお話ししていました。ね、ちょっと歩くといいかもしれないとかね、野菜を日頃から少し意識してやっぱ食べてるというところはやっぱり、タリタの社員なのかなって、まあ、私もそうなんですけど思ったりちょっとしました、はい、皆さんも何か引き続きこの番組ではこういう情報をお届けしていきますので、皆さんの日々のこう健康情報の参考になればいいなと思っております。はい、ということで、吉井さんここまでで、はい、今日は、はい、ありがとうございました。また一緒にね、タニプロの動画作りの方でもよろしくお願いします。はい、ということで、タリラジ3回目、今日もね、すごいゆるっとした感じで、なんかもう話していて、あ、ラジオの収録だということをちょっと忘れて、普通に自然体にヨッシーさんとちょっと話してしまったんですけど、ね、なんか皆さんがこう聞いていて、そうなんだって思う情報がちょっとあったらいいなと思っております。どうでしょう、このまあ音声でこう伝えるって結構ね、ツイッターだとね、まあ、文字で、まあ、最近だとあの音声でね、あのトークなんかも中の人やってるのを耳目にしますけど、少しこういう長めの尺とかでね、音声で聞くっていうのがちょっとながら聞きとかね、何かやりながらこう情報を入れるような、そんな聞き方ができるのかなと思っておりますので、また今後ともあの谷ラジのね、この音声配信続けていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼します。さようなら。